愛した男が極道だった。あんた寒い夜は恋しくなるよ。あんたの胸が思い出毛布に膝を組んで。どないや、体がジーンと熱うなるやろ。それが女子ちゅうもんや。忘れない体が覚えてる今でもぬくもりを泣きたいくらい。うちの人がやられたら仕返しに行きます。極道の女たち。愛した男が極道だった。三月待っとくんだ。あれ、この秋には淡津が戻ってきます。淡津やったら誰の助けも借りんときっちりとけりつけましゃろ。あての目の黒いうちは胴元の大門に誰一人指一本触れさせへんで。いいから黙ってわしの女房になれ。嫌だと言ったら殺すよ。待ちな。極道の女はわて一人でたくさんや。お父ちゃんの前であんたを黙って地獄へ行かせるわけにはいかへんのや。どういてえな。あの人これで二代目撃ったんや。あんたの胸が撃ちかで撃つで。思い出毛布に膝を組んで一人酒飲んで。ええな、鍵の巻いたごまさんや。本気ですか。みんなタイプやないやろけど、女房の後押しがないと男加減は立ってゆかしまへん。せいぜい引き張っとくやっしゃ。はい。ほんだら撃てるもんなら撃ってみ。極道の女たち。